はい、こんにちは。今日はですね、釉薬の話、で釉薬をかける前にというお話です。前ですね、釉薬の濃度をっていう話をしたと思うんですが、まあそのね、釉薬の濃度も合わせたよ、さあかけようかなっていう、その前のお話です。で、実はね、これもね、僕は前お話したこともあると思うんですけど、学校の時はやっぱその多少調合の実習があったぐらいで、そんなにですね、釉薬のことをやってなかったんですよ。こうやってかけたこともあんまり学校ではなかったですし、まああんまり興味がその当時はなかったんですけど、その働き出してですね、釉薬を勉強するようになって、まあいろんなことをいろんな人に教わりました。で、その時にですね、CMC ってこのご存じない方はいるかもしれませんが、これはですね、海苔です。カルボキシメチルセルロースっていう略なんですけど、白い粉末で結構人畜無害な安全なものです。で、それを水に溶いてちょっとドロッとね、それ透明なんですけど、そのわざと糊状にして、それをね、釉薬に添加したり、あと絵付けの時にこう混ぜたりね、するんですよ。で、それなぜかと言いますと、まあ、釉薬の場合からまず説明しますね。その釉薬でこれを糊を入れる理由なんですが、例えばですね、陶芸教室とか、まあ、学校なんかでされてて、鉄釉のね、こう真っ赤な釉薬がありますよね。で、あれを例えばこういうなんかね、こう器があって、これにも全部こうそれをかけてる状態で釜詰めするぞとか言って、こう手に持った時、赤いの手についちゃったりしたことあります？あれはそうなっちゃうのは糊が入ってないからなんですよ。で、その糊をちゃんと入れておくと、つかなくなります。で、それによって、釜詰めの時のこう作業もやりやすくなりますし、やっぱポロポロ落ちるんですよ、糊が入ってないと。で、その防ぐためにも糊を入れます。それからもう一点ですね、糊が入っていないとですね、なんていうのかな、こう結局はその、まあ、素焼きの、生地というのはもう水をものすごく吸うんですね。で、その時にこう、特に絵付けの時なんかもそうなんですけど、この例えば絵付けだとしますよね、筆でこう描くとして、もうここからジュワーッと吸われていくと、もうこの辺で線がかすれちゃうんですよね。で、なんでね、プロがあんな長い線きれいに描いてるのかなみたいな思ったことはありませんか？それはですね、ちゃんとこう糊を入れてるからですね。また絵付けで使う糊っていうのはまたね、顔料の話とかでしたいんですけど、結局ですね、ある程度そういうものを入れとかないと、仕事がやりにくくなるわけですよね。で、その、まあ、器だったら大きなお皿なんかやる場合はですね、このこっちかけ始めてもこの辺でこう、なんていうんですかね、もう全部吸われちゃって、こう回んないとかですね、きれいに湯がけするつもりだったのに、なんかああみたいな感じでこうムラムラになったりとか、そういうことをなるべく起こさないためにも入れます。で、このね、どれぐらいの度合いで入れるかなんですけど、まずその CMC をどれぐらいの濃さで作るかなんですけど、まあ、大体ですね、CMC、 僕はですね、どうやって作るかというと、ミキサーで作ってます。だいたい 800cc ぐらい入るんで、そこにカレースプーンでいっぱい強ぐらい入れて、ガーって回すとできます。で、トローンとした感じになります。で、人畜無害ですよっていう話しましたけど、夏なんかは結構その空気中の細菌にこうやられて、のりっ気がもうなくなるんですよ、1週間もしないうちに。だからですね、作り置きしたい場合は冷蔵庫に入れておくといいです。まあ、そのね、CMC を作る動画っていうのもね、一回その撮った方がいいかもしれないですね。その見たことないよって方いらっしゃると思いますんで。で、要はでも釉薬を使うときに、その塗り分を入れておくのは大事ですよっていう話です。で、これがですね、濃度を調整した後にやらないと、やっぱその入れたことによって多少粘り気が若干ですけど出ますので、濃度計、まあ、比重計がちょっと変わっちゃうので、こうさ、後で入れるっていうことです。で、あとですね、ちょっと裏技的なことで、僕はあんまりやったことないんですけど、例えば素焼きの生地に CMC を塗っといて、粉末の釉薬をね、こうかけるとかね、そういうことをやったりする方もいるそうです。で、とにかくね、これ、なんていうんですかね、僕結構知らない、その当時あんまりよく知らない、学校ではね、こうやって作るよっていう授業あったんですけど、何に使うのかなって思ってたんでね、その時は。で、後々ね、いろんなことをその引っ張って教えてくれた友達に出会ってですね、その人がもう本当叩き上げ その何十年ってやってる人だったんで、もうこうやってやるんだよとか教えてくれました。それから絵の具屋さんに勤めた時ですね、その絵の具屋さんの
あの方々にも、まあ、いろんなことを習いました。で昔はどうしてたかっていうと、やっぱその麩のり、麩のりってその海藻から海藻 の, かふあの乾燥させたものがあるんですけど、そのやっぱそういうのり気が出るんですよね。それを 煮て、あの煮るとそのとろっとしたこう、まあ、液体がこうできるわけです。煮汁が。でそれでその布でこしてそのカスを取ってですね、まあ、それを使うとか、そういうことがやってます。で他にもですね、国によってはなんかいろんなものを使うようです。で、まあ、日本の場合はそういうのり系ね、植物系のものがあのほとんどだろうと思います。でもちろんな大和のりとかね、洗濯のりとかでも代用できますので、あの何もないぞっていう人はね、そういうのを使ってみてもいいかもしれません。 でそれからその CMC をあの、まあ、どこで手に入れるかですね。でその釉薬の、まあ、原料を扱ってるところだったら必ず置いてあります。でやっぱそのね、あのなんとかドットコムとかいうよりは、あのやっぱその瀬戸のお店なんかの方があの、ね、値段もこう、まあ、比較的こう安く買えるんじゃないかなと思います。まあ、その辺のリンクはね、こう貼っときたいと思いますので、まあ、よかったら覗いてみてください。まあ、ちょっとね、この CMC というノリがありますよっていう話をちょっと今日はしてみました。どうもありがとうございます。